皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は経営者として働く醍醐味はについて話をさせていただきます。やはり毎日お客様と接することで自分では気づかなかったこと、また知らなかったこともお客様から教えてもらえること、それにお客様の悩みがあればそれに自分でできることは教えてあげられることがあり、毎日会話ができるので日々新鮮な気持ちで仕事ができて嬉しいです。それと女性のお客様が多数なので、食事の献立や料理の調理方法なども話してお互いが発見があるのが楽しいです。以上が経営者として働く醍醐味です。ありがとうございました。